カラスエイハアカエイカに属するエイの一種である。カラスエイ属はヒトエ型。胎盤は横長でくさび型。鋭い歯とムチのようなを長い毒針を持つ。体色は紫から青緑。胎盤幅59センチメートル程度まで成長する。水温摂氏19度以上の外洋域に生息し、季節回遊する。外洋に生息する唯一の赤衣類で、 通常は100メートル以前で見られる。定性の赤い類と異なり、羽ばたくように泳ぐ。餌は遊泳性の無脊椎動物や小魚。活発な捕食者で、胸びれで獲物を包み込む。産卵期のイカのような季節性の餌も利用する。無体盤性体制で、妊娠期間は短く、年間2回4から13匹の飼魚を産む。出産は、赤道付近で。 時期は場所によって異なる。漁業者を除いて遭遇することは少ないが、尾の棘は危険である。経済価値はあまりなく、混獲されても捨てられる。捕食者の減少により、個体数は増えている。多産なハンアリ種のため、IUCN は保全状況を軽度懸念としている。1832年、フランスの博物学者。 チャールズ・ルシアンボ・ナパルトによって、イコノグロフィア・デラ・ファウナ・アイタリカ・パール・クアトロ・ロクラシ・デッリ、アニマーリー・バーテブラタイの参巻に記載された。ラテン語で紫の赤絵を意味するトリガン、バイオレーシャと命名され、イタリア沖で採集されたニコ体の標本が、新タイプに指定された。トリガン族は、ダシアティス族のシノニムとされていた。1910年、米国の動物学者、 ヘンリー・ウィード・ファウラーは、ギリシア語のテラン、プラトス、トリガンに由来するプテロプラチテイリガンのア族を提唱し、カラスウェイを置いた。その後様々な論争があったが、最終的にプテロプラチテイリガン派族に昇格された。2001年の携帯系統解析では、カラスウェイハーカイカの規定クレードの一つとなり、ペースティネカス・ダシアティス・インド太平洋のヒマンツラ、 族を含むクレードの姉妹群として位置づけられている。だが、分子系統解析では、本種は赤英属の内部に含まれ、ダシアティスブラビコーテータの姉妹群であるという結果が得られている。ほぼ世界中の熱帯から、団体、緯度52度 N-50 度 S の外洋域に生息している。西部大西洋では、グランドバンクから、ノースカロライナ・メキシコ湾、 小アンティル諸島、ブラジルウルグアイ、東部大西洋では、北海から、マデーラ諸島、地中海、カーボベルデ周辺、ギニア湾、南アフリカ沖、西部太平洋では日本から、オーストラリアニュージーランド、東部太平洋では、ブリティッシュコロンビアからチリ、また、ハワイガラパゴスイースター島からも報告されている。インド洋からはあまり報告がないが、インドネシア南西部では、 一般的である。外洋で見られるほぼ唯一の赤い類である。海底より外洋に生息するのが特徴で、通常100メートル以前で見られる。海底に近づくこともあり、九州パラオ海嶺の330の381メートルの深度でも捕獲されている。水温摂氏19度以上を好み、摂氏15度を下回ると死滅する。断水海を追って、 季節回遊を行う。北西大西洋では、12から4月は、メキシコ湾流の近くで、6から9月は、北方の大陸方で見られる。地中海でも、同じような回遊を行うと考えられているが、詳細はわかっていない。太平洋では冬季を、赤道の近くで過ごし、春になると、より高緯度の沿岸部に移動する。太平洋には2つの体群が存在し、 一つは、中米から、カリフォルニア、もう一つは、中央太平洋から、日本、ブリティッシュコロンビアまで回遊する。南東ブラジルのカボフリオ沖では、晩春から夏に冷たい優勝流が見られるため、深度45メートルより、上の断水海が存在する領域に閉じ込められる。横長でくさび型の胎盤、突出しない目、紫の体色が特徴。 体盤は厚くくさび型で、長さは幅の約3、4。前縁はこう描き、後縁はほぼまっすぐに尾に続いている。糞は短く先端はあまりいい。目は小さく、他の赤い衣類と違い突き出さず、すぐ後方に糞水口がある。鼻孔管に短くて広い鼻しびらがあり、口は小さく少し曲がる。広角に深い溝があり。 下顎のへこみに合わせて上顎の中央が少し突出する。皇帝を横切って0から15に分岐した乳頭突起の列がある。上顎には25から34、下顎には25から31の死列がある。死友ともに鋭く尖った歯を持つが、オスの方が長く鋭い。腹気の縁はほぼまっすぐで両端は少し丸くなっている。のような 体盤の2倍の長さになる。根元は太いが、急激に細くなり非常に長い。前方から約1、3の場所に、巨子状の棘が尾に沿って生えている。先の棘が抜ける前に次の棘が生えることがあり、この場合は2本存在する。低い皮しびらが、棘の基部から、尾の先端の手前まで伸びる。若菜の皮膚は、完全に滑らかだが、年とともに、 背面中央に小さな棘が現れ、目の間から棘の基部にかけてを覆う。背面は暗視色から青緑色、腹側はそれより少し明るい色である。捕まえたり触ったりすると濃い黒の粘液がにじみ出し体を覆う。体長1.3メートル、体幅59センチメートル程度。 1995から2000年にかけて行われた飼育実験での最大個体は、オスは体幅6 8トル体重1 2ラムメスは体幅9 4トル体重4 9ラムであった。羽ばたいて泳ぐ。遊泳性であるため、定性の禁煙種とは様々な点で異なっている。ほとんどの赤い類は胎盤をうねらせることで推進するが、 この種は、トビエイと同じように胸びれを羽ばたかせることで泳ぐ。この泳ぎ方は、小回りが効かないが、揚力が発生し、推進効率が高い。後ろ向きに泳ぐこともでき、小回りの効かなさを補っている。獲物を視覚に頼って見つけると考えられている。他の赤エイイと比べロレンチーニー機関の密度が1、3以下であり、覆っている面積も少ない。だが、 背面、覆面ともに、同数程度存在し、飛びエイ類よりは多い。30センチメートルまでの距離で 1NV、センチメートル以下の電場を感知でき、海水の動きによって発生する電場を捉えられる、可能性もある。機械受容器である側線は、他の赤エ類にイて、背面、覆面の広範囲を覆っている。だが、機械刺激より、視覚刺激の型に敏感である。 オスは、メスよりも深い場所に生息し、おそらく水平方向にも住み分けていると考えられる。捕獲個体は空腹時にマンボウを攻撃することが観察されている。汚れホホジロザメハクジラなどの大型捕食者の獲物となる。体色は特徴のない背景の中で保護色となる。尾の毒針は潜在的に他魚を遠ざけている。 アカンサボットリウムベネデニエークラシコルエフィロコルラインボットリウムバイリアール、パリンバイテトラゴニセフィリムユルノックなどの常駐、エンタブデラジアデマなどの単焦類の宿主となる。小魚は獲物の一つ。活発な捕食者であり、獲物を胸びれで包み込んでから口に運ぶ。滑らかな獲物を捕らえて切断するため、赤エ衣類には珍しく鋭く尖った歯を持つ。 餌の種類は多様であり、短脚類、オキアミカニの妖精などの甲殻類、イカタコ、翼足類などの軟体動物、ニシンサバタツノオトシゴカワハギなどの魚類、クシクラゲ、クラゲ、タモウ類などを食べる。11から4月のカリフォルニア沖では、繁殖のために集まった大量のイカを捕食する。1から2月のブラジル沖では、 小魚に引き寄せられて沿岸に集まった太刀魚の群れを捕食する。幼体は1日に体重の6から7%の餌を消費するが、生体では1%程度になる。他の赤い類のように、無体盤性の体勢である。肺は卵黄栄養で育ち、その後組織栄養に移行する。子宮乳は妊娠子宮中も糸と呼ばれる、多数の糸状に伸長した。 子宮上皮から分泌され、胎児の広がった、噴水口から救治される。卵巣、子宮は、左側のみが機能し、年2回繁殖可能である。繁殖行動は、北西大西洋では3の6月、南西大西洋では晩春に見られる。メスは1年以上生死を蓄えることができ、適切な環境を選んで妊娠することができる。 受精卵の塊は、両端が先細りになった皮膜に包まれているが、皮膜はすぐに破れたまを、子宮内に放出する。妊娠期間は、イの中で最も短い2から4ヶ月であり、その間に、肺の重量は100倍にもなる。太平洋では、メスは北方へ移動する前の11から3月に、中米付近で出産する。北西大西洋でも、同じように、冬季に、 西インド諸島沖などの断水域で出産すると考えられる。だが、南方に移動する前、8から9月に出産したと考えられる例も2例、記録されている。南西大西洋では夏季である1月近辺、赤道付近へ戻る前に出産する。地中海では他の地域と異なり、断水域に移動する前の夏季に出産する。産子数は4から13で母体の大きさに、 影響されない。飼魚の体幅は15から25センチメートル。捕獲個体に十分な給児をした場合、1年で平均8.1センチメートルの成長が見られたが、自然条件下では1.6センチメートルに過ぎない。生態の摂字量と成長率は、1から2、6から8月で高く、3から4、10から11月で低い。オスは2歳。 体幅37から50センチメートルで、メスは3歳。体幅39から50センチメートルで、生成熟する。寿命は10から12年。最も多産な胃の一つであり、年間個体数増加率は31%にも、達する。アクアマリン福島のカラスエビとが遭遇することは、少なく、攻撃的ではないが、扱う際には、尾の棘に、注意しなければならない。 死亡例が2例あり、マグロハエナワリ従事者が捕獲個体に刺された例、別の漁業者が刺されて数日後に破傷風で死亡した例がある。水族館では長い間飼育されてきた。インドネシアなどでは肉や軟骨を利用することもあるが、ほとんどの場合はその場で投棄される。ハエナは刺し網巻き網底引き網などで大量に混獲されていると考えられている。 ハエナワで婚格された場合、漁業者はトゲを警戒し、原則に叩きつけることで釣り針を外す。このことで口や後に、深刻なダメージを受け死ぬ個体が多い。この婚核量に関しては未だデータがない。だが、太平洋での調査では1950年代から、個体数は増え続けている。これは、商業漁業によってサメやマグロのような工事捕食者が、 減少したためだと考えられている。減少傾向が見られないこと、広範な分布と強い繁殖力を持つことから、IUCN は、この種の保全状況を軽度懸念としている。生え縄での根核を減らすため、大きな c 字型の釣り針が研究されている。ありがとうございます。